ビジャエル・モーサは、スペイン・カスティー・リャラ・マンチャ州、シウダー・レアル県のムニシピオ。カンポデ・モンティエル地区にあり、同県の南東部に位置する。ビジャエル・モーサは、北緯38度45分、西形2度52分、海抜956メートルの高度に位置する。自治体内での最高地点は、海抜1017メートルで、バカナスと呼ばれている。 面積は363.01、京平方メートルで、隣接する、自治体は、北はオスサデ・モンティエルとアランブラ、東は、ビジャヌエバデ・ラ・フエンテとエル・ボニージョ、南はモンティエル、西は、フエンジャーナとカリソーサである。最寄りの重要都市は、ビジャヌエバデ・ロス・インファンテス、バルデ・ペーニャス、マンサナ・ーレスで、ケント・シューダー・レアルへは106キロメートル。 マドリードへは2 3 5トルの距離がある。自治体主張は、カスティーリャ・ラマンチャ社会党の石泥ビジャマ・ジョール、フェルナンデスで、自治体表議員は、カスティーリャ・ラマンチャ社会党、11、カスティーリャ・ラマンチャ国民党、パルティード。ポピュラーでカスティーリア・ラマンチャ、PPCLM、6、PLJ、3、カスティーリャ・ラマンチャ統一左翼。 一となっているビジャエルモーサは、ビジャヌエバでデロス・インファンテス司法管轄区に属す。ありがとうございます。